すげえみんな質問送ってきてくれてる。ありがとう。もうめっちゃいっぱい来てくれてます。5歳児相談やばい。めっちゃ面白い。ゾウさんこんばんは。いつも動画を楽しませていただいています。うちの5歳児が、ボンジュールさんはトムってお名前なんだよねと聞いてきました。意味がわからず、詳しく聞いてみると、だってボンジュールさんは、ボンジュールだ、ボンジュールのトムですと言っているよって、聞こえてたみたいです。よくよく5歳児がボンさんの真似をしているのを聞いてみると、ボンジュールのトムですと言っており、その様子がとてつもなく可愛く、そして笑えてきます。質問相談ではなくてすみません。ただただうちのこの可愛さをお伝えしたいだけでした。これからも応援しています。頑張ってください。いや、これもう、トムさんにします。はい。解明させます。ボンさん。うん、もうトムでいいや。うん、トムにしましょう。もう。そうしよう。ボンジュール？ボンジュールのトムでーす。トムでいいや。うん。ウォーキングトム、ウォーキングトムさんになりますね。はい。おもろいなぁ。ボンジュールさんはトムってお名前なんだよねって聞いてきました。面白すぎるな、5歳。5歳児ってやっぱすごいんだなぁ。やっぱすごいんだな、本当に。今日もご視聴ありがとうございました。よければ他の動画もご覧ください。最新動画もチェック。ドズル社の切り抜きチャンネルもぜひ。